はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあやっていきましょう。第2回目、まずはパラメータですね。こんな感じとなっています。まあ前回からあんまり時間経ってないんで、そこまで強くなってないかな。一回ねトロロン使っただけなんで。はい、そして今回の育成はまあちょっとね短いんですけど、前回終了後ですね、すぐに修行に出してまた雪山の方で新技を覚えました。そしてトレーニングの方はね、さっきも言った通りほとんど時間経ってないんで、ドミノ倒しと走り込みを1回やったぐらいかな。はい、でトロロンも使ったということで、ライフ力命中、そして修行で上がった回避ぐらいしか上がってないかな。はい、って感じですね。で体型とか余裕悪値もこんな感じで、で今回覚えた新技、吠えですね。賢さタイプのクリティカル技、消費ガス19でダメージ D、 命中 C、 ガツダウン D でクリティカル C となっています。まあまあまあ平均的な技ですね。うん、あでもガッツダウンで言うと D、 あでも逆り歌があるのか。でまあ中途半端かな結局。ただね使い込み技でもあるんで、これちょっと使っていきたいなと思います。で今回は D ランク、中精度は40だから、そこまで意味不明にはならないと思う。と言ってもね、まあ言って意味不明になると思いますけどそこまでならないけど、なることはなるみたいな、そういう風になると思いますね。さあ行きましょう。お、いきなりカペラ、いきなりカペラ、あスリートブーム兄さん。まあどうなんだろう、能力的には結構いい感じではあると思うんで、余裕を持った戦い方をしていきたい。やっぱりちょっと使い込みながら、ここら辺ですね。ホエイト噛みつき、お、いきなり噛みつきいって、あ意外に出ないな。お、噛みつきいって、うわマジか、ちょっと測られたかも。ガッツが全然ない。すげえ意味不明になるな。ホエ、あホエわきゃ、おナイス、でかっ。 G キューブ打つと一気にでかくなりますねこのゲル。よしかわしてかわして、ちょっと KO 苦しいかな。噛みついていかないとダメか。 G 来た、うわー来た、いくつ食らう、あー大丈夫大丈夫。ここら辺はさすがの耐久性能。よし、うわーマジか、うわマジでマジでそんななる、連打してないんだけど。40きついな。ナイス、あとは吠えまくれ、時間がない。吠えて吠えて、もう一丁、よし、おお KO できた。これは結構いい感じで使い込めるかも。耐久性能があるの大きいですね。結構僕が育ててきたモンスターって耐久性能なくてね、どんどん早めに仕掛けていかないといけなかったんですけど、こいつの場合は一味違うのかも。お兄さんも全勝対決でいきたいな。そしてハリマオ、ここはね一番楽じゃないかな。 KO される心配もないし、ただちょっとやっぱ意味不明には気をつけないとダメですね。そこら辺も計算しつつの、よしよし、ガッツダウンがないのは大きい。さあネズミちゃんをフックフックで顔へこんでんだけど、まあ、正面からフックすんなよ、顔の横殴ってよ顎に入れるもんじゃないのそれ、顔面の中心やられてくるんだけど。よし噛みついて、いい感じいい感じ、あとは吠えで十分かな。まあガッツも使い切れない可能性があるんで、うわ吠えでめっちゃ食らうなこいつ、吠えて吠えてワンで、そして安らか、ちょっと息も臭いのかなそれとも風圧でダメージ与えてるのかわからないんですけど、ハーフ&ハーフかな。でミリアム、ミリアムね吠えでいいかな。オースリートボム兄貴が全勝中。さあミリアム、うーんちょっと噛みつきだった一発の可能性あるんで吠えていきたい。さあレイ、唯一これが強いんだよな。あとは投げ引きされないうちに打っていって、まあ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 、まずまずかなやっぱり。吠えて、よし
やたら運いいけど行く。多分ミリアムがねこれだけダメージ削るっていうのは厳しいと思うんですよね。タッチとかあるし、あ、ミスったミスったミスった、当たらないでくそー、ガッツが一気に食われた。もう一丁吠えて、おー、吠えが当たるな。あー、やっと。本当は一発耐えてもらって噛みつく予定だったんですけど、吠えで倒しちゃいましたね。ちょっと残念。で、次がスリートボム兄貴。あ、負けてる小さな犬に負けてる。マジでそのがたいで。さあ行きましょう。わ、顔でかいな。写真の顔がでかい。そしてこちらの体が小さい。大丈夫かな。いや、久しぶりに会ってグレた弟に怒り心頭の兄さん家を飛び出してグレてるからな。うわ、後始末。帰ってくるなと、お前は。お前は家に入るなとこの野郎、クソ兄貴あーやばい噛みつく。うわー、いや、兄さんのスタミナ半端ないからな。275もある。後始末こだわりの、こだわり、これめっちゃこだわられてんな。お前はもうこの世から消えろってことかな。そうはさせねえ。うわー、こいつ、この野郎。よし、こっから逆襲。もうキスしてないキスしてないか、これ。一旦キスしてないか。全然当たらないんだけどマジで。よし、これあたキスしてる、キスしてる、キスしてるんだけど。うわー、負けた、これ強え。キスしてたな。親愛の情だな。言っても兄弟、いや、兄弟でキスするのもおかしいけどいや、でもこれ使い込み的にはいいんだよ。多分次は勝てるだろうし。でも二度と対戦できない可能性もあるな。最後の別れのキスの可能性もあるよ。そしてウィンストン、ここは勝ちたい。もうさっきのね、キスの場面は確実にツイッターに上がりますねツイッターのね、今日の一枚のコーナーで確実に上がると思う。さあ、ウィンストン。うわ、あ、これもキスしてないこれもキスしてないか。噛みつくという名の、噛みつきという名のキス。スエゾー終わりの。よし、キスしてないか一旦絶対キスしてると思うんだよな。おー、こいつら、でもこれ当たらないんだよな。よし、ようやくようやく。もうこれは勝ちかな。削られないでしょ。吠える、引っかき、吠える。よし、そして、うわー、もう一丁吠えて。うわー当たらないか。まあ OKOKOK、次は噛みつく。使い込みはいいんだ。よし、まあ、よしでもないか。もう一発打ててもよかった。あとは兄さんとの再戦があるかどうかですね。ここで頑張れ、ネズミ勝つな、ネズミ勝つな。なんでもうなんで勝つんだよ。空気読めよ。マジか。ただツイッターのネタは取れたな兄弟の友情ということでね。あー、でも兄さんには勝てないよ。ほんとやたら避けてきたもんな、あの図体で。そして1200で人気もしっかり上がってますね。さあさあ、能力は、あー、まあ得意めの能力上がっていったって感じかな喜び方、まあこんなことしてても結局これですからね結局はこれ。ビタミンもどき好きが良かったんだけど仕方ないな。はい、ということで今回は D ランク戦ってみました。まあね、これぐらいの能力あったら普通に楽勝できましたね。楽勝、楽勝って言ってもちょっと兄さんには負けてしまったんですけど、おおむねね、でもしっかり戦えてたかなと思いますね。はい、で今回の新技、まあ特にやっぱり事前の予想通り、かも不可もなく的な、特に印象に残るわけでもなく、
ていう感じの技だったな。まあとにかくね、使い込みはできたことは良かったんで、はい、この噛みつきとともに、まあ使い込んでいって上位技を覚えられればなと、はい、思ってますね。まあ今回はそんな感じかな。あんまり印象にも残る技でもなかったんで、はい。そしてね、また次回以降も新技いって、次回はもうちょっと強くしとくかな。まあもちろんね、意味不明に良くなってしまったんで、中精度も上げないといけないし、そこら辺が課題ですね。はい。そんな感じで次回育てていきたいと思いますので、ご期待ください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべて役に繋がっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。